はようございます。おはようございます。朝6時の皆様おはようございます。おはようございます。黄色いヘルメットかぶった変なおじさんでございます。黄色いヘルメットかぶって運転する変なおじさんでございます。はい。視聴者の皆様、今日はですね、はい、いろいろちょっと爆速が問題を起こしちゃうんだね。問題を起こしようってね、ちょっとざわついてるような感じじゃないかな。はい。これいろいろ聞いていけば、まあ、分かると思うんで、そこを聞くまでちょっとお楽しみにしてほしいんですけど、はい、全員に聞いていくの。そうですね、聞けるだけ聞いて聞いていこうかな。で、爆速の本音も聞いて、はい、俺が出んかったらもう俺車でそのまま待機だろ。そうですね。で、まあネタが弱けや俺も出る。はい。緑の腕の見せ所。私と社長はとの、あの対応は多分向こう全然違うと思いますね。どういうこと、どういうこと。社長っていう名前を出したら、うん、もうはいみたいな感じで、はい、何でも言ってくれると思うんですけど、はい、なる。はい。そう。私だと多分そんなに言ってくれないと思うんで。ああ、そういうことだ。はい。まあそれぐらいでナイーブな問題だもんな。そうですね。結構揉めとるんですよ、足場はないで。はい。ミッチーまで巻き込んでね。はい。まあ最後ミッチーまで話聞けたらベストだけど、はい、あいつは言って星になったから、星屑になったから。星屑の男。まあ言って、まあちょっといろいろ聞いてくれたらわかると思うんで。はい。まあ、でもまずは緑が聞きに行って、まあ、はい、流れと言ったらね。はい。で、最後に、まあ俺が出る羽目になると思うんだけど。はい。まあ、最悪、まあ内容がコケや、そのまま使おうか、みたいな。はい。企画になると思いますね。はい。ちょっと面白い。本当にやっぱ、日々成長してる。やっぱミッチーが辞めたことで、はい。いろんなことが動いたから。そうですね。うん。良くも悪くも。はい。うん。だから、これはもう成長過程だから、俺全然何も起こる必要もないし。はい。応援しかない。おー、動け動けって感じ。で、俺も成長してるしな。はい。やっぱいろんな社員の成長とか、奇跡を見てる。で、いやもう優しくなれたな。ほんと怒らんじゃん、俺。はい。カメラの前で怒ってるだけで。ムカつきは専門だもん。何に対しても。あ、そうなんですか。もう分かるっていうか、ああ、こうなっていくんだろうなとか。ああ。今の足場班の揉め事も大したことじゃないなと思ってるから。はい。まあ俺はもう全然、ウェルカムでした。早くワープしろや。ワープしますか。ワープ。ワープ。一回ぐらいワープしてほしいですね。ね、俺飛べないもん。伊藤が絶対いじる。はい。絶対いじるだろ。一回ぐらい飛ばしてほしいですね。あいつちゃんと飛ばせよ。じゃあ行くぞ。はい、ちょ運転しながら危ないな。顔だけで行くわ。そうですね。行きました。行ったでしょ、これ確実に行ったでしょ。 OK ですね。これ行ってないから行ってほしい。この時間だったらあいつカメラマン、あ、編集の糸、はい、札だよね。OK だよ、札 OK だよね。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様でーす。お疲れ様です。今日は噂で爆速さんがちょっと辞めるとかなんとかっていうのを小耳に挟みまして、この前の、はい、あれね、うん、はい、なんか聞いてるのかなと思ってちょっと噂で聞いてて、本当に辞めちゃうんですか。辞めるやめないまではまだ言ってないと思うけど、あ、でもちょっと気持ちが落ちてる的なの分はあるんじゃないかな。なんかちょっと前まで別に調子良さそうじゃなかったですか。でもほんと最近になってだよね。なんか急に何かあったんですか。まああいつもいろいろあるんじゃない。最近爆速さんがやる気がないじゃないですけど、うん、雰囲気が良くないっていうのを小耳に挟みまして、うん、ちょっと辻さんはどう思ってるのかなっていう、実際爆速さんはどうなのかなっていう、うん、どうなんだろうね。波があるじゃん、やっぱり人だから。あ、はい、だからそのやっぱその疲れてる時なんじゃない。今急降下までやってないですか。ん、ギリギリのとこですか今。別にね、ギリギリではないけど、ただ今、うん、今月が忙しいよね。あ、まだだからあんまり、だからあんまり気持ちも、うん、乗ってないっていうか、乗ってないんじゃない。やっぱ仕事帰ってきて遅くて段取り考えて、はい、朝早いじゃん。ああそうですね、うん、そうするとやっぱ人間だからね、だん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 テンション下がってくるよね、楽しいことがないと、はい、ああ
そんな感じだけど、はい、あいつも構ってほしいんじゃないかな。あ、みんなに必要とされてるって思われたら、はい、多分やる気も出てくるんじゃない。そうですね必要としてないですかいや俺らは必要としてるよ。 あいつ構ってちゃうんだぜ。あ、そうなんですかにゃんにゃん系だじゃないですか意外と。あ、そうなんですか。ゴロゴロいっとるっていつもゴロゴロ、うん、ゴロ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 って言ってるで。かまってあげてくださいよ。チュチュチュってやってあげる人喜びはあいつ。お疲れ様です。何ですか。ちょっと最近噂を。何の噂を小耳に挟みまして。何なんですか。いや、爆速さんがちょっとあんまり YouTube に出たくないとか言ってるっていうのをちょっと噂で聞きまして、うん、誰から。あ、噂です。風の噂が私に舞い込んできて、うん、実際のところどうなのかなっていう。出たくないよ。なんでですか。前結構出てたじゃないですか。出たくないっていうか、なんか、まあ、ね、うまい。え？ね、あまりそういう画面越しはあまり好きじゃない。あ、こういうのですか。そうそうそう。あ、いいじゃないですか。何を求めとんの。いや、だってなんかちょっと前までは結構出てたのに、つい最近コロッと出なくなって、最近コメントにも書いてるんですよ。最近爆速さん出ないなとか。いや、なんか仕事も忙しくなったし、なんか、あ、そうそうそう、そうです、ね、まあ、それもある。まあでもそれ言ったら、まあ、リュウジ君たちで撮るでおかしいけど、 YouTube 撮ってその後仕事じゃん。はい。え、だったら YouTube 撮らん方がいいかなと思う。ああ、 YouTube が嫌いになったわけではないですか。別に嫌いじゃないよ。見るし、毎日見るし。あ、乗り換え道場ですか。うん、あ、ちゃんとチェックしてるんですね。チェックはするよそこはしっかり。そこはする。私的にはもうちょっと出てほしいなって。あと視聴者も多分見たがってるんで。あ、じゃあ仕事がちょっと落ち着いたらまた復活してくれる感じですか。そうですね。本当ですか。機会があれば誘われれば。全然なんかやりたくなさそうですけど。いや別に社長に出ろって言われたら出るし。私とか伊藤君では絶対出ん。なんでですか絶対出ん。じゃあちょっと大物ゲスト呼んでくるんで。女違う、大物ゲスト。誰。大物ゲストはまた呼びます。また呼ぶ。はい。今日ちょっといつになるか分かんないです。うん、分かったよまた出てください。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。どうやった。やっぱちょっと、はい、小林のシーンいる。小林のシーン欲しいです。嘘。はい、なんかあんまり本音を言ってないような感じだったんで。お前みたいなやつだな嘘。はい、じゃあぶち込んだ方がいい。そうですね、ぶち込むか。視聴者の皆さん、じゃあ俺がどこまで聞き出せばいい。どこまで聞き出した。いや、まあ、あんまり気持ちは乗ってないよねっていう感じなのは聞きましたけど。結構病んでるね。なんか俺のお腹グーグーいってるなお腹すいたわこんな時間でやってみようか。はい、お疲れ。お疲れ。お疲れ。お疲れ様です。あ、 YouTube に出たくないのか。違うの、ね、忙しいもんでちゃんとやろうよってことだろ。そう、それもありますね。やりながらちゃんとやろうよってことだろ。はい、結果両立できるのが一番いいじゃないですか。でも、うん、だけど多分できんなと今思うんです。ああ、今もそうやって思ってるの。はい、両立は偉いでしょ。だってってことは俺はこれカメラ回してるってことはもうトラブル。何トラブル。これトラブル。やばいですね。シールド邪魔すな。いや、違う。いや、みどりちゃんにも言ったんですけど、うん、いや、そっちにとらわれたら出るよって。あ、芝浜チャンネル。あ、そっちは嫌なんだ。いや、嫌だじゃないです。やっぱ、それがやっぱ帰り遅くなって8時、9時からの撮影だもんで。うん、いや、だったら、
まあ早く帰った方がいいんじゃないと思うんですよ。ああ、まあそうやな、はい、それは別に俺は悪いことじゃないと思うんだよ。いや俺がなんかちょっと聞いてる話は違うんだけど、はい、お前まだちょっといい風に言ってるけど俺が聞いてる話、なんかテラから聞いた話ちょっと違うけど、なんか言いましたよ、なんか言ったっけ、俺まだ全然覚えてない。なんか3人で話し合ったんだろ。まあ3つさらっとですよ、さらっと。ああ、そういうこと。なんでそれ集まったんだろ。集まったか、たまたま、たまたま、うち食った時に、あいつがその話しだしたもんで、ああ、それで喋ったから。いやいや、どう思ってるか俺は分からんけど、まあ、まあ別に出たくないんには出んでいいんじゃないって思うけど、うん、その8時からでもやりたいって思えばやりゃいいし、お前がやりたくないと思うのは、それは間違ったことじゃないからな。まあ2人で道くんの話した時は、やっぱ、リュウジ君も YouTube ない時も9時10時なんですよ、やっぱ。YouTube なくてもだろ。なくても。だったら、その、取らん方がいいんじゃないと思ったっすよ。やることやって、別に、まあ、出たい子だけが出て、まあ、無理して強制する必要はないもんね。そうなんですけど、そうだったら多分ファンたちに悪いなと思うんですよ。それはそんなことないじゃん、別に。でそれはそのお前らが金どういうふうに山分けするかわからんけど、そのお金で揉めるのが一番ダサいもんで、そう、うん、でそれを別に貯めといて、まあその頑張る時期もある、頑張る時期もあるもんで、月1のみかはあるんです、足場で。でそこはその YouTube の収益から使って、うん、でもそれも、うん、まあ、全員で飲みに行っても大体3万円ぐらいです、2、3万円ぐらいですか。それを毎回自腹で払っとったんですけど、全部、でそれをそこから引っ張って、であとまあどんどん貯めてって、まあ、旅行に使えたらいいよねってその金が、っていうのをたまたま話したんでしょう。あ、そういうことね。だけど賞が出たくないって、それ気使うことないじゃん。なんか俺さ、わかんないけど、俺経営者やってやっぱ友達とかでいろんなこともやったり、お金出し合ったりとかいろんなことやったけど、変にもう全部きちっと分けようってなるで、出ると腹立つし、出ると腹立つもんで、なんか変に、まあ、無理してなんか一緒の温度でやろうぜだと、後で無理くるかな。だけど今度こいつが上がっとってお前ら下がる時もあるじゃん。はいはい、それはあると思う。今日だけで見るとなんかそのみんな温度同じにしようって言ってるから、まあ、例えばね、こいつが喋るの苦手だったら、例えばまあ撮影日でもういいですよ、俺ちょっとやっときますわとか、だいたい伸び台も出したろうとか、じゃあもうみんなで忘年会を全部出したらいいわ、ベトナム人もこうやって採用してくれてるわけじゃん。だから飲みながら出したろうとかは、それは俺がってなったらもう壊れちゃうんで、多分俺の想像ね、勝手な想像、まあ、周りから聞いてるのは、今やっぱ責任者が今テレが抜けたもんで、すごい数字をやりたいんだなと思うんだよね。足場にもうパワーが 100% 前よりもすごいパワーがいってるじゃん、お前 YouTube にパワーがいってるやん。そんなことないですよ。それだけど、やることはやってるからいいじゃんっていうノリだから、だから逆に、どんどん、そのいいところの場所とかいいんじゃないって思う。だからね、これは。まあ、それをなんか YouTube も等しくやろうぜ。足場も等しくやろうぜよりは。じゃあ今、それこいつが少しでも仕事やりたいって、今きついことやってくれてるわけでしょ、みんな。それは評価していかなあかんのかなとか思って、ね、で そこまでめちゃくちゃ嫌だってわけじゃないんだろ。全然、嫌じゃないです。ただ愚痴ってくれる。はい、ただ愚痴ってくれるな。愚痴ってくれる。呼んでていい？はい。もしもし。おー、久しぶりや。10年ぶりぐらい。ちょっと今撮影しようと。あ、ちょっとスピーカーにするわ。どうした？今もうみんなが何この人みたいな近藤亮です。名前言っちゃっていいの？近藤亮です。動画に出しちゃうよ。で何？俺のさ、友達の子がさ、ペルカイゾー道場の大ファンでさ、7日に誕生日なんだ。7日日曜日、今日だね。今日なんでそんなことわかるんだって。これ日曜日行こうかね。で、ちょっと、できればお祝いのメッセージ欲しいんだけど。お祝いのメッセージ？やめて。だってそんな知らんやつにお祝いのメッセージなめやだって。いいや、やだって。スパイ YouTuber の何行く？あのね、服部高政。服部高政？ああ、もう言わんよ俺は。だってもう、だって撮影中に邪魔が入って。服部高政君、誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとう。ちょっ
ょっと趣旨がよくわかんないです。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。服部高政くん。高政最高。何これ？何この茶番？顔も何歳かも。顔も何歳かもしれない。女は男どっち？女は男どっち？じゃあやばい。残念ですね。無理無理。写真送るよ写真。テロップで入れとくわ。まあそんな感じか。そうですね。まあでもいいや。まあそういうふうにしようとかいいんだよ。変に金とか決めるよりも、まあいろんなことで協力ってあるでしょ。館の協力もあるし。はい、お前も無理して出る必要ないと思う。それがいいことじゃないもんね。ねえ、まあ、まあ今はちょっと忙しいもんねあれだし、まあ、人が回ってこやまた YouTube の時間割こうかってできるだろうし、まあそれでもいいしな。で本数が多い時期もあれば少ない時期もあれんじゃない。これからやっぱ僕も YouTube ちょっとずつ出てきますんで、うん、お願いします。二階堂上の方出る最近なんかこいつにてギャラ発生しますよとか言うてな。ギャラ出ますとか言うてな。ギャラ出ますとか言うてな。まあ、でも楽しくやることがまず一番だし、 それは仕事もね、その楽しくって毎日はきついじゃん。本当にスポーツの筋トレと同じでね、きついけど、その目標のために一生懸命やってるでしょ、はい、そこはもちろん達成しなあかんだろうし、やるべきことをやっていかなあかんと思うから、まあ、また楽しい会社作りと楽しい、まあ、楽しい会社作りがの中に仕事も YouTube も入ってると思うんだよな、はい、また面白い動画作っていくと思いますんで、足場はね、足場はチャンネル、なんか塗り替え道場、足場。そうですね、なんか、うん、結構最初も伸びてるし、面白いよね、ちょっとプライベート系で、はい、なんか俺が禁じ手だと思ってること全部出しとるな、はい、パチンコだとか、寺西くんとか。多分あれやりたいだけっすもんね、パチンコ。やりたいだけ、じゃあお前また毒吐いた、毒吐いた、毒吐いた、毒吐いた。それがでも案外伸びとんなんだよ、なんかやっぱ、足場。それ撮影以外に何時間ぐらいかと、俺見ても、すだね、サムネしか見ないんだけど。いや、全然撮ってないですよ、パチンコや。一発っすよ、あれは。で何時間撮影でパチンコ何時間と。僕が一番最初にやったのは本当に20分とか30分ぐらいレベルです。いや本当です本当です。でっかいよ。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。それが出せんだお前。それはもうそれでもう信じた方がいいんじゃない。まあ信じるっていうか、まあ、まあ言うことは言わないからでも、まあ、それは違うんじゃないですかとか。でもお前もやることやれで動画出るだけが全てじゃねえな。はい、でそれはそうじゃん。だってじゃあうちの塗り替え当時の社員はそうじゃん。俺が YouTube で出ることで迷惑もらってることいっぱいあるよね。コンビニで声かけられるとか社員が全員声かけられるとさ、まあいいんじゃない。チャンネル登録といいね、よろしくお願いします。これあのこれ塗り替え道場のチャンネルだね、はい、うん、ぜひチャンネル登録まあ、 あの塗り替え道場が伸びんと思わんの伸びんでな、お前なんかこいつもう塗り替え道場のチャンネル登録者全部こっち映りますよこれ。パンみたいなこと言ってるからいいんじゃねえよ。またよろしくお願いします。みんなの協力お願いします。足場派のチャンネルもぜひ見に行ってください。面白いのあります。またねー。